あるところにミカ、ユウト、レイ、サキという音楽を愛する4人組がおりました。ミカはしっかり者のリーダーです。とても頼りになりますが、心配性ゆえに胃痛持ち。ミカ、あなたの胃痛はどこから？ユウトは好奇心旺盛な男の子。ポジティブなムードメーカーですが、好奇心のままに暴走するのがたまに傷。レイはクールな女の子。気の強さとはっきりとした物言いで不愛想だと誤解されがち。心根は誰よりも優しい少女です。サキはのんびり屋さん。いつでもどこでもすぐに寝てしまうので、リーダーも手を焼いています。個性豊かな3人の仲間に囲まれ、時にずっと戦いながらもミカは楽しい毎日を送っています。さて、今日の4人は森へ出かけるようですね。ちょっと様子を覗いてみましょう。おや、4人の目の前に大きなオルゴールが現れました。オルゴールだ、回してみようよ。他にも扉があるよ。一回回してみよう。素敵な音楽、眠くなっちゃうよ。扉の絵と関係する音楽が流れてくるんだね。次の扉は花束だ。どんな音楽が流れてくるのかな。流れないじゃん。壊れちゃったのかな。消えた音楽、超気になる。扉の中行ってみよう。え、あ、ちょっと待って。あー、やばい。あー、お腹が。チューリップ、始まり。
消えた音楽を探すことになった4人。早速、音楽が聞こえてきたみたいです。なんかさっきとは雰囲気が違う森だね。おおおおうさまさん、生まれたばかりの恋は。ねえ、何か音楽が聞こえてこない？行ってみようよ。え、そんなに奥に進んで大丈夫？う、お腹が。こんな森の奥までよく来たね。ぜひ僕たちの音楽を聴いてってよ。ハイビスカス、輝き。
Thank you.
カーネーション。欲望。
今回も盛り上がる曲をご用意いたしましたので、皆さん手拍子で楽しんでお聴きください。Good night.
ワン、ツー、スリー、フォー。Yeah, yeah, yeah.
個性豊かで素敵だったね。次はどんな花に出会えるのかしらね。お花もすごく素敵。Oh,
ユーカリ、オーコライコン。
Hey, 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 hey
Oh,
ただいまお聴きいただいた曲は上を向いて歩こうでした。続いてお送りする曲は花は咲くです。大切な人を思い心を込めて歌います。それでは聴いてください。真っ白な雪道に春風香る。私は懐かしいあの街を思い出す。せめて最後は笑顔で飾らせてな。涙が
を重ねた日々とつづつわからなくなって、愛が消えてゆくのを欲に例えてみたりして、俺たちが戻るサウダージ思いを届いてくるまで影を背負うならば、海の底でも岩の海になりたい、誰にも邪魔をされずに海に帰れたらいいのに、あなたをひっそりと思い出させて、諦めて恋のこの世青い期待は私を切り裂くだけ、あの人に伝えて、寂しい大丈夫寂しい振り返されるよくある話、出会いと別れ泣くも笑うも好きも嫌いも素敵だったね。とっても感動しちゃった。でも消えた音楽は何だったんだろう。考えてたら眠くなっちゃった。すやすや。あ、あっちから音楽が聞こえてきた。あれ聞いたことある。え、なになに？行ってみよう。あ、ちょっと、ゆうと、待って。あ。ああ、お腹痛い。さっき起きて、置いてかれちゃうよ。ベルフラワー、楽しいおしゃべり。と一緒に歌を楽しむ時間がやってきました。今日はみんなも知ってるあの5人組の可愛い曲をやっていくよ。それではどうぞお聴きください。I'm not a man.
ガレット花占い。Thank you.
It's so bright and bright, just a little bit.
消えた音楽、本当に見つからないね。本当にあるの？眠くなっちゃったよ、もう帰ろうよ。でもオルゴールの中でたくさんの花をもらったよね。何か意味があったんじゃないかな。意味って何？それが分かったらいいんだけど。花をくれたみんなを思い出してみて。大切なものが見えてくるはず。今までもらった花はみんなの個性だった。みんなには個性があった。私たちの個性がまだ入ってないよ。花束。